どうも、アツカンドラゴン新庄と小坊主じゃない方がおだちです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、どうも、本日は VS トミー企画おガリガリ君編でーす。来ましたか。いや、トミーさんの驚異の8秒、こちらに挑戦していきたいと思います。8秒、お前ジャスティン・ガトリンでも9秒74やのにな。いや、競技ちげえわ。100m 走でしょ、それ。すごい速いから。一番わかりやすいボルト持ってきてだとすれば。いや、ガトリンが好きなの。あ、そうなの、うん、個人的思考ですけれども。まあ、水溜りボンドさんのガリガリ君企画、早、うん、食いって言ったら、もう代表作ですから、うん。そうですね、あれで跳ねたみたいな。そう、三河健一さんでいうところの、サソリ座の女みたいなことですから。いや、相当手強いけど、あ、そうですけど。相当手強いけど、うん、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。勝つ。早速、挑戦していきましょう。ちなみに、オダッチは、お牛座です。いける？うん、いける？うん、やりたくねえ。いやー、飲み込んで、それ飲み込んで、飲み込んで、それ飲み込んで、しゃあ、こうやってやるぜ。8秒なんて軽く。よし、行こう。よーい、スチャート。あー、いいです。夏の風物詩やわー。あー、来た。はい、もうちょっと。そう、ない髪をかき上げて、ない髪をかき上げての最後のラストスパート。いっちゃって、3分以内じゃないと罰ゲーム。はい、飲み込むだけ。そう、いけ。はい、はい、2分17秒。あー、3分は切りました。なんとか2分17秒。これ大丈夫、大丈夫。俺こんなことやるために大学出てないわ。さあ、それではオダッチの挑戦でございます。任せろ。さあ、トミーさんの記録8秒を超えられるのか、いきましょう。よーい、スタート。うわ、すげえ、全部入った。飲むだけ、もう飲むだけ、飲むだけよ。ダメだ、ダメだ。すなよ、すなよ、飲めよ、記録。アイスクリーム。あー、おもろい。はい、44秒。涙が止まらない。本当に8秒食ったのか。すごいね、これ。いやー、これ CG やで、絶対半端ないって、トミー。うわうわうわ、フルフル。トミー、半端ないって。誰もあれ8秒で食べれると思えへんやん。もう負けっぱなしは絶対嫌です。本当ですよ、はい、今度こそ勝ちたいと思います、うん、皆さんぜひチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。そろそろ勝ちたいな、ほんまね。今日もおまんと飲みたいちや、熱かん。